アシルのことはもう済んじまったことだ。今さら何を言ってもしょうがねえのは分かってる。だがこれから起こることは別だ。オイラはボリスの話を聞いた。ブラムロの話も聞いた。こいつらだってオイラたちと同じだ。それでもボリスを殺すってんならオイラが力尽くでも止めてやる。わからんな。彼はハオに仕える悪党で、君は我々の力をすでに見たはずだ。なのになぜ危険を冒してまで彼を助ける必要がある？やはりハオの子孫だからかね。どっちの味方でもねえ。ボリスの話を聞いちまっただけだ。どちらでもない。えらく中途半端な答えだな。そうだ、この世には正義と悪がある。いつの世にも悪を倒す者が正義。正義か悪か、それをはっきりさせもしないで到底シャーマンキングにはなれないぞ。オイラは気に食わんから止めてるんよ。殺す以上の悪があるかってんだ。我らが悪だと？ボリスが逃げます。殺せ。我々にはその権利がある。殺すなっつってんだろ。邪魔だからって殺してたんじゃ、ハオと何も変わんねえじゃねえか。おのれ、我らを侮辱する気か。アークエンジェルズファイヤー。美しい、なんて優雅な。ミカエル、まだまさか。よよう様。ボリス。